あと1回しゃがんでフルスクワットを見てしゃがみきれるかどうかを見たら、よいしょ、外くるぶしの裏側、アキレス腱の間のくぼみ、それをかかとの骨の真上のへりですね、痛いところがないか触ります。そこから内側も同じように内くるぶしの裏側から、アキレス腱の内側のくぼみ、そこから小骨、かかとの骨の上側、ここに痛いところを探します。2点こういう形で触ってあげたら、そのまま深呼吸6回終わったら、もう1回しゃがんでみて足首の曲がりが良くなったかどうかを見てください。もう一度、腸腰筋への影響が出てきますから、後ろに反った時の股関節の後方への伸展も大きく出てくるのが特徴です。またディープフロントラインという筋肉のつながり合いから、この首の深層筋の緊張も解けます。それと首が反対側に倒れやすくなったりもします。